セブンアイホールディングス、伊東洋華堂ザプライスザプライスの店舗ザプライスは、株式会社、伊東洋華堂が運営していた、ディスカウントストアである。また、このディスカウントストアで販売される、プライベートブランド商品の名称でもある。なお、かつて、北陸地方に所在した同名の医療品店とは、資本と人材ともに無関係である。ザプライス千住店外観。 伊東洋華堂の看板がはっきりと確認できる。1980年代初頭、株式会社伊東洋華堂がディスカウントストア業態に参入、店舗ブランド名をザプライス都市、既存の総合スーパー、伊東洋華堂を転換する形で日本各地に4店舗を出店した。2000年代に入ると、業績不振や店舗施設の老朽化などもあって、 当初出店していた4店舗はいずれも閉店したが、2008年8月29日に、伊東洋華道西新井店を業態転換した、西新井店が、新生1号店としてオープン、続いて2008年11月14日に、伊東洋華道川口駅前店を業態転換し、2号店として、川口店がオープンした。この2店舗でザ、ザプライスを、 実験的に営業を続けた上で、2009年には、再び首都圏を中心に小規模の伊東洋稼働店舗の転換による出店が相次いだ。その後3年ほど出店を停止し、運営体制を見直した上で、2013年に出店を再開した。ただし、宣言大店との打点は、旧店舗を完全に解体した後地に新築出店している。 2013年3月7日に開店した湘南大店は多系列店舗の居抜き出店として富士ガーデン後に3年ぶりの出店となった新店舗のロゴタイプはこれまでに閉店した4店舗のものと同じものを採用している屋上看板は伊東洋華堂とは異なりセブンアイホールディングスのロゴがない店舗もあるその中でも北千住駅近くにあった千住店は 伊東洋稼働創業の地ということもあり、ザプライスに転換後も伊東洋稼働の看板を残していた。衣食住全般を取り扱う店舗もあり、食料品、日用品のみ扱う店舗も存在した。再展開にあたっては消費者の節約志向が高まっている背景を受け、伊東洋稼働よりも食品や衣料品を25%から30%安く販売する方針とした。 再展開当初は基本的な取扱い商品はすべてナショナルブランド商品でセブンプレミアムなどのプライベートブランド商品は取り扱わないということであったが実際には当初の時期から一部のセブンプレミアムを取り扱っている2009年6月22日からはプライベートブランドザプライスを展開していたプライベートブランドとしてのザプライスは セブンプレミアムよりも低価格帯の商品を取り扱っていた。ネットスーパーはザプライスの店舗では導入していなかったが2010年3月29日から鶴ヶ根店を手始めに開始した。2010年9月には川口店と同一の建物内にセブンホームセンター川口店が入居した。セブンホームセンターがザプライスとの併設店舗となるのはこれが 初のケースであった。2015年5月にセブンホームセンターは、イトーヨーカドーアウトレットに改装されたが、2019年5月に、閉店された。2015年以降は再び出店を停止し、建物の老朽化などを理由に、閉店や縮小が相次いでおり、これらの店舗の中には、建て替えで、食品館、イトーヨーカドーに戻された店舗もあった。 2020年6月1日に、食品館、伊東洋華堂とともに、ヨークに、事業譲とされ、ブランド名を、ヨークプライスに変更した。ザプライスでは、IY ポイントカードの付与、利用はできない。伊東洋華堂からの業態転換直後は、利用が可能で、その後2ヶ月程度の移行期間を経て、電子マネー7個とともに利用できなくなっていたが、 その後は再び7個での支払いが可能となった。ただし7個ポイントの付与はない。なお、セブンカードのクレジット払いでのみポイントが付く。イト洋ヨーのポイントカードがあれば、ザプライスにおいても、ピュアウォーター水を1日で3.8リットル組むことは可能である。2009年11月に開業した宣言代店。ありがとうございます。